喋ってって。まだ早くない？喋っていいの？キョピです。どうもこんばんは。まだ早くない？いいの？さあ楽しみだね。あ、キョンピでーす。どうもこんばんは。めっちゃ興奮してみるよ。映像めっちゃいいと思うもん。わあ、キョンピだ。キョンピです。もうちょいだな。前情報全然知らないんだけど、どういう心つもりで見ればいい？世界観を楽しめばいいと思うよ。あ、なんかなんだろうな、こういう世界観かって。あとはあの撮影のどうやってこれ撮影してんだろうみたいなことに思いをはせながらかな。間違いなくメイキングが面白い系だと思うよ、この映画。スペクタクル、スペクタクルですね。スペクタクルです。はい、わかんないけどワクワクドキ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 、ザザ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 ザ。一個前、いや多分追ってると思うよ。多分知ってる知ってる。多分この辺うおーって言いながら見てたと思うんだけどな。未来を守れ、ネタバレしないように気をつけるねって。あいよ。まあ今日はネタバレはなしで、なしよ。あ、まだだった。お、すごい関係図だなって。めっちゃ濃いよ人間関係濃いと思うわ。それでは楽しく見ていきましょう。初めての方絶対多いと思うからね。遠い昔の話。あ、あ、来たー。どこ行くねー。出た。このエピソード、ここでもうあのめちゃくちゃ内容濃いこと書いてあるからね。お初ですって。はじめまして、どうもこんばんはです。いらっしゃい。すげえ大事なこと書いてあるから。でー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 、あれモンハンのオープニングとマジで被るよね、ここ。いらっしゃいませ。名前が、名前をしっかり覚えていこう。すげえ濃いなって。濃厚でしょ。もう何か、何に言ってるかわからないかもしれない。だ、そしたらね、2周目するとね、あーなるほどーってなることもある。すげえ。めっちゃ戦ってる。
初見さんいらっしゃい、登録&高評価してからご参加お願いよというコメントを見ました。ネタバラシはなしで。あ、ありがとうございます。わざわざありがとうございます。ごめんな、見てた。この CG をいかにこう活用してるか。でもちょっとなんだろう、こう見てくれとか設備が古く、あえて古臭さを出してるところもあるのよ。たまらん。ロゴマークないじゃんって。嘘、ないの？近未来っすな。金ではないか。完全初だぜ。いい声してる。はあ、ま、幻。ファンタジー。え、そうなの？幻でしょ？あー、じゃあ CM の通りだとこれ沈むな。最後の一人。主人公の正体まだ判明してないんだよな、ちゃんと。お、これは電気使いだなって。電気タイプ。かわいい。チェスかな。うわ、すげえ見た目。
回すげえ早いな。頭ついていかないよ。異種族が普通に会話とかするぜ。会話できない種族もいるけどね。あ、敵。映画館絶対熱いって。見て、4DX。うわー、めっちゃワープしてる。これなんかなんか超空間ワープみたいなやつ。序盤からこれか、すごいな。かっこいいって。あれ、スターツアーズってまだあるよね。ディズニー終わってないよね。ぜひとも、ぜひとも経験して。使いこなしてる。宇宙船操縦とかあんまないよね、ジャンル的にね。あれ、目隠しじゃね？あ、違うか。説明しよう。超能力っぽいものが使えるんだ。ニュータイプだ。
仮装して残った頭？ほう。スパイ。ワープしてきてダメなんだ。バーはいらっしゃい。 B メロディーがきつい。これその人ってあれ今まで出たっけ。調べよう。また巨大艦隊か。ああ、じゃあ初代にいるんだ。へえ。まさかのラストで持ってきたね。でもまあ生きてはないんだよね。おなんだっけ、3なんだっけ、3も来んのか。あー悔しい、なめててこない。3ピース。
3PO 全然違う C だ。 OKOK。 フラグ、別れの挨拶。R2 はね、ちっちゃ、なんかね、ちっちゃいの。半楕円形の、ディズニーランドに置いてありそうな、ゴミ箱みたいな、ああいうのが R2。一からの付き合いよね。すごっ。決戦の地はいつ面で行くんだ。 CM だ。わっこいらっしゃい。世界観を楽しもうじゃないか。ごゆっくりどうぞ。いらっしゃいませだ。今日のは濃厚です。20どんなやったっけって考えながら見てます。今日黙りがちだな。整理すべき情報が多すぎるからね。どうやってここまで来たんだっけって。これいらっしゃいって知ってるよ。ざわ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 。サニーラッシャーです。あいよ。じゃあ振り返ろうかっていやー、わかんないよ。あらすじないかもしれない。あらすじなんだっけ。まこついらっしゃいいらっしゃい。あの二人のロボットは知ってますよ。まあ、ランドに行けば会えるし。真面目すぎるストーリーに、クスッとした笑いを提供してくれる賑やかしと思えば OK です。と思ってたらね、ちっちゃい子の方は、実はめちゃくちゃ重要なポジションだったりするからな。振り返るなら4からです。なんやかんやって超能力が覚醒しニュータイプだって話。ジェダイと呼ばれる超能力者の一軍は全員滅んだんじゃなかったっけ？と思ってたら生き残りがいたんだよみたいなだった気がする。大体合ってると思う。あっ、 D ボタンで流れわかるぜ。手先器用な霊長類来る。ストーリー知りたければもう一から見よう。だいたい悪いやつがいてね、大きい船乗ってきてね、ドーンってピンチになったらね、バーンって仕返しに行く感じですよ。あったでしょ、だいたい。あ、これ序盤の？勝てよって言ったあいつ？
回 LINE 入れてる。じゃあ組み合わせ直したのか。1万倍だ。3000倍より上なんだ。すげえ。おっ。拷問方法がえぐい。目覚めた人は割とマーブルファンタズムです。頭の中で思い描いたことをできるからね。あきあき、頻度少ねえ。絶品スイーツ。めっちゃ詳しいなこれ。おめえだよ。ああいう空気感がね、ああいう空気感が好きなのよ。やっぱね、賑やかしは大事だから。ストーリー重いからな。うるさい将軍は首を絞めてやるぜ。それ伝統だね。喋れなくしてやろう。赤さん、ほんと砂漠のね、フィールドよく出てきますね。アリクイかな。名字がない。いろんなエリア見えるの魅力だよねって。あ、宇宙人って意味でいいんだよね、エイリアンってね。どうしてもなんか映画の影響で侵略者のイメージが強いけどな。人名と思ってました。種族だね。種族なんだ、なんだろう、なんだろうな、なんだろう。ジェダイってなんて言えばいいの。種族じゃない、目覚めた者たちみたいなイメージ。いや、血筋だっけ、違うな。武闘集団。あ、ネタバレはダメだぞ。ネタバレの示唆もダメだぞ。親に捨てられてる。ダークサイド。導きに従って世界の均衡を保つもの。あ、取られた。組織化して人が多くなって面倒なことになった。そうなのか。あ、展開が、展開がすごい。この辺はもう詳しい人の解説聞いた方がいいぞ。
映画だけじゃなくてアニメスピンオフゲームとかの知識もガンガン集約されてっかね。エヴァンゲリオンみたいなもんだよ。派生作品多いし情報つながってるからな。エスニック。お、いつも恒例の人探し。なんだって？ああ、聞いたことあると思ったよ。映画の機会すごーく合うよね。ふんぐんたんくんぬ。奪った。あー、画面ピッカピカすんね。飛んだ。ジェッパ。ジェットパック大変だよな。当たりゃしねえ。ざわざわざわざ。やる。白いやつの装備強化されてるよって。嘘。変わってんのこれ。うわー。スタント大変だ。あ、うわ、気になる。
ゲームオーバー？カン。そんな、これで終わりなわけが。時間暑いな。まだローン一回も払ってないのに龍鎖ってあんな感じなんだ。これからのご活躍にご期待ください。カン。いや、本人確認できそうなぐらい声特徴的だよねって。いや、正直わかんなかった俺聞いたことあるけど、俺本当にあるかって思ってた。気がつきゃ癖が強いわ。癖がすごいんじゃ。わからんかった。わからんかった。まだまだだわ。レベルが足りない。ピノタヨナが見ようっていいな。アイス食べたい。雪見大福食べたい。機械とかさ、爆発とかさ、基本だけど最高だよね。梨のつぶて。空洞。投げた小石は返ってこないということから、つぶてのように音沙汰がないこと。毛に砂が絡む。ライト持ってんじゃん。ライトをライトセーバーみたいに。昔
昔懐中電灯を上に向けて電池つけて、あのスピリットオブソードってやったことないですか？ないですね。そうですね、やったことあるよね。ああ、目的の人だ。あーん、あ、何人か伝わった。あ、わかるんだ。私骨ないんですけどね。ヒント。オン？オン。は。毒蛇かな。あ、怪我してる。え、あれ直せるの？万能だ。あんな大きいのいたら気絶するよな。できるかなって言ったのかな。大体なんとかなるって。ほんと万能だよな。制限ないもんな。そうか、リグサで消えたから足取りが追えないんだ。まあ、あとファルコンが置いてることになるんだ。すごいって、なんでもできるんですよ。なんて言えばいいんだろう、なんでもできるパワーって感じ。武力に使ってもいいし、ああいうのもできるんだね。
何何、あー罠だ。シェーン、ダークサイドって何なんすか？簡単に説明できます？使いすぎると、わはは世界を滅ぼしてやるわっていう発想に陥りがちってことでいいのかな。悪に使ってやろうとする一派が勧誘してくるってイメージだったけど、そういうわけじゃないの。思考を読む、サイコキネシスする、治癒する、ライトセーバー飛ばす、洗脳もできるよね。思考を支配、トラップはほんの一つささやかにですわ。教えに背いて私利私欲に使うと悪意に飲まれる。はあ、悪意か。メンタルが大事だな。善悪があるというか、使い手の善悪、いわゆるまあツール、道具に過ぎないのよね。道具っていうか、まあ使う人次第。表現難しいけど、すんげー簡単に言ったら、私利私欲に、力に溺れた。溺れた。はあ、なるほど。裏設定ではないか。それで、なんか暗黒面に落ちるとか落ちないとかで、また騒動がね、あったりね、あったりね。ダークチップを使いなさい。なんだっけそれ、聞いたことある。なんだっけそれ、なんか聞いたことあるぞ。強くなりたいんだろう。ロックマンエグゼ。あ、捕まった。そこだけ見られて捕まったのか。捕まったブオン。なんかすごい、なんかすごい、なんかすごい。
はあ、うわあすげえ。ひえー、すげえ、こんなこともできんのか。生きてるし。やめて、中ぐちゃぐちゃなっちゃうよ。オン。そんな。え、まさか、これだ、これが暗黒面とかじゃないよね。いや、私利私欲じゃないもんね。いやー、乗ってる人じゃないですよねーって。仲間が乗ってた。力入れすぎたのか。まだ死んでないよって、そう信じたいっすけどね。おお、座ってるのは自分。捕虜。あげた。じゃあフェイクってこと？魔改造だね。言葉わかるの？あれ、ハンソロはでも何言ってるか分かってたよね。
分あれね、宇宙語よね。あ、ごめん、初見です。よろしくお願いします。あ、どうも、いらっ、いら、い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 らっしゃいませ、どうも。よろしくお願いします。一緒に見ましょう。一緒に見よう。捕まっちゃったよ。ってとこですね。お、解析して、あ、違う。ほう、喋れる。かわいいって。アンドロイドって意味でいいんだよね。言葉の意味が難しいんだけど。あー、調べられてる。知り合い？売られちまう。強っ。緊迫するシーン続くね。どういう意味？スパイス？その昔あの香辛料が金よりも価値があった時代があったけど、そういう話？似た者同士は惹かれ合う。スパイス、ドラッグとして用いられる貴重な物質。あー、まあ、そういう意味か。ちっちゃ、ちっちゃいおじさんだ。喉、脳みそいじくられてる。あ、あ、あ、泉式は、あ、あ、念を送って、あ、あ、
最後ワロテルで、最高の友達のバックアップを信用しない、なんか悪友みたいなもんだもんね。あースタイルはいい方ですか？たまんねえなって言っとこ。素顔見れるかね。きっととんでもねえ美人だぞ。ヒゲが濃くなってる。あー、なんかフラグに聞こえる。喋るね。ああ。何？関係すんの？ここに置いてくの？記憶消えてる。つらい。うん。ラブコメディはないのか。
ああ、記憶完全に本当ないのね。侵入成功。心いじった。私利私欲の線引きすげえ難しいね。これはまだセーフなんだね。心いじるのは前々のボスが扱ったな。メンタルダメージってこと？バレた。フォース怖えなーって。使うものしてだからな。この世界にあと2人しかいないから。捕まった。人は白い部屋にずっといると気が狂うらしいな。めっちゃ白いね。ああ、過去編だ。
ああ、居場所バレた。CM？呼吸も忘れるわ。ゆっくりしていってねって。確かに顔しかねえ。某饅頭なんだろうね、なんだろうね、次元をつないでる感じなんだろうかね。こう超能力と超能力が交わった結果、なんかもうすごいことになってると、か物理干渉ができるみたいな感じか。どんだけ離れていてもこの世界もうほら、あの星と星レベルで移動してるから、距離があるから移動してるからね、空間をつなげている。そんな感じ、正直あんまわかん、前ぐらいから、いや最初か、7ぐらいからこういうことやってるはず確か。最初テレパシーみたいな感じで意思疎通しかできなかったけど、信じろ。すごいねって、超能力だから。そっか、なるほど。始まった。
うっそーそこうっそうわうわこいやそれはちょっと驚きだわ。散々痛い目あった人だよね。意外っす、最後の最後でそこ発覚？これはびっくりびっくりびっくりだ。じゃあスパイじゃないってこと？実はスパイじゃなくて支援か？ヘイトを買いすぎたな。人望がねえ、カリスマ性がねえんだな。ってことでいいんだよね。スパイじゃねえんだよな。そういう理由でスパイしたのか。最終的にはメンタルか。いつからスパイなの？今回から？だって将軍の一人だよね。嘘だー！嘘だマジかそこかめっちゃ踏襲してる。それどのタイミングで気づくやつ？まあ撃たれると思ったよな。小物はいつまで経っても小物だ。どういうことですかって。どこからどこから。この世界滅ぼそうとしている超絶悪いやつの娘が主人公だったってことで、その流れって過去作で同じことやってる男の主人公がいて、実は悪のカリスマの息子だったっていう。だからまあね、うまく踏んでるよ。
あ、孫か、ごめん、孫か。申し訳ない、孫だ。で、出自は関係ないって。My your father No! うみえぐ。生まれがどうだろうと、生まれは関係ないんだ。ごめんごめん、世襲制かと思った。生まれ関係ないんだ。本当にそうだっけ。本当、でもアナキンは親がどうとかってないんだよね。そうだよね。いいです。同じじゃん。ほう。アナキンは奴隷の家族だった。あ、そうなんだ。エピ1。ほう、なるほどね。むちゃすぎ。